脊柱管狭窄症にはお腹をストレッチしてください。はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院婦科副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛を治すためのヒントアイデアを腰痛で悩んでらっしゃるあなたにお届けできればと思います。はい、昨日はですね、股関節を制するものは狭窄症を制するっていうお話をしました。で、今日はですね、じゃあ股関節を具体的にどういう風にストレッチしていけばいいのかっていうのをお話をしていくんですけど、まあ、いくつか筋肉が、ありますので、今日はですね、お腹のストレッチっていうのをお伝えしていきます。で、じゃあお腹って言ってもどこなのかっていうと、それはですね、腸腰筋って言われる筋肉ですね。はい、これは大腰筋と腸骨筋っていう筋肉を、まあ、セットで腸腰筋って呼んでるんですけど、まあ、どこにあるのかっていうとですね、はい、このような形ですね。背骨の、はい、背骨ですね、背骨の横の方についてて、そこから股関節ですね、はい、の内側というか、もうほぼ後ろの方ですね。はい、でもう一個この腸骨筋っていうのも同じところに、まあ、付着していくわけなんですけども、この筋肉がですね、硬くなってきてしまうと反り腰を作ってしまいます。反り腰ですね。はい、お腹から股関節バーってついてて、この筋肉はですね、股関節をこう曲げてくれる、股関節を曲げてくれる。でも立ってる状態ですね、立ってる状態でこの筋肉が縮まるとどうなるかっていうと、反り腰をですね、こういう風に作ってしまったりとか、あるいはですね、こういう状態ですね、はい、股関節が曲がった状態ですね、曲がった状態、そこから反り腰を作ってしまう。その結果、腰椎に負担がかかってきてしまって狭窄症が引き起こされるっていう原理になってますので、ぜひですね、このストレッチっていうのを今から一緒にやっていただければと思います。はい、そしたら実際にやっていこうと思うんですけど、まずですね、今日は椅子か何かを用意していただければなと思います。まあ、台でも何でもいいです。はい、で、やり方をですね、お伝えしていくんですけど、まあ、右が症状が強い方は右、左が強い方は左っていう風にやっていただければと思います。まあ、余裕がある方は両方ともやっていただきたいなと思うんですけども、まず一歩目はですね、やりたい方の足を、まあ、こういう台とか椅子に、まあ、こういう風に置いていただくんですけど、その時にやってほしいのがですね、この股関節をちょっと内ですね、ここから内にひねっていただきます。はい、内にひねっていただきます。これがまっすぐだったりとか外側だと意味がないので、ちょっと内にこういう風に股関節をひねってください。で、ちょっと見やすくするためにこうしますけど、次反対の左足ですね、左足がこの足よりも前に出るようにこういう風に設置してください。はい、で、このように設置していただいたらですね、こっちの足をこのように持っていただきます。股関節を内にひねったままですよ、ひねったままで足を出してもらって、次3つ目が膝をこういう風に曲げてもらいます。はい、膝を曲げていただきます。これを横を向いた状態でやっていきますね。はい、内にしたまま膝を曲げていく。で、ここからですね、体重を前の方ですね、前の方に、ごめんなさい、前の方にぐーっとかけていくと、この太もものですね、この辺りが伸びる感じがするんじゃないかなっていうふうに思います。はい、でここで注意してほしいのはですね、骨盤が前傾しながらこうやっては意味がないので、骨盤はですね、フラットな状態ですね、フラットな状態で、このまま水平移動ですね。はい、これで伸ばしていくってことをしていただきます。もう一度お話をしていくと、ポイントはまず股関節を必ず内にひねった状態ですね。これが外とかだと意味がないので内にひねります。で、逆足を前に出していただいて、その状態で膝を曲げます。で、ここからフラットに前に膝を曲げながらぐーっとしていくと、この辺が伸びてるんじゃないかなと思います。この状態で深呼吸っていうのを30秒やっていきましょう。はい、123456789101112131415161718192021222324 28
20、30、はい、という感じですね。で、終わった後に、まあ、そったりとかですね、こうした時にいつもより痛くないってことであれば、あなたのその症状っていうのは、この腸腰筋から来てる可能性が非常に高いです。はい。まあ、狭窄症だったらもう絶対やらないといけない、運動になってきますので、ぜひ一度やっていただければと思います。はい。より、足がふらつく方とかはですね、反対の手は壁だったりとかでもいいので、支えていただいてやってください。はい、そしたらですね、今日はこれで終わるんですけども、まあ今日の内容ですね、良かったなと思った方はですね、ぜひ、いいねボタンだったりとか、あとコメントですね、はい、そこら辺からご質問だったりとか、感想お待ちしてますので、よろしくお願いいたします。はい、そしたら今日はこれで終わります。本日もですね、動画をご覧いただき、本当にありがとうございました。